中山競馬第6競走サラ系三歳未勝利戦芝の 1600m。 15番シゲルアマゾナイト競走除外で出走馬15頭で争われます。1コーナーからのスタートです。祭りが進んでいます。朝方は雲が広がっていましたが現在は青空がいっぱいに広がっています。芝ダートともに量の発表で6レースを迎えています。祭りは順調16番ミカエラ最後に向かいます。16番ゲートへと誘導を受けて今収まりました。体制完了。スタートしました。さあ先行争い、まずはハイバからスーッと5番のビクトリアポデルが飛び出していってリードを1馬身半と取ります。外から8番のトロントテソーレが2番手に上がって、さらにはその外目から上がっていく11番チェファットバレー、3番手から2番手に接近、後は2番のコスモミローディア、その直後5番手に4番のフィリアーノ、外には12番のプレンフルール並んで向こう正面、その後ろ内から3番のブルーアガベ、半馬身外6番南陽三日月、中段外目16番ミカエラが入って、そのうち7番コスモビックラコグが並んでいます。2頭の後ろは2馬身差、9番マイネルフトゥーロ、外から13番ボニーソックス、半馬身内は1番のネイト・フォンテン、1馬身差後方に14番のカンパーニェがつけて、その後ろ2馬身差10番クリノ・ブラックオーが最後方、3コーナーを回っていきます。逃げます5番のビクトリア・ポデル、リードは3馬身、2番手には8番のトロント・テソーロ、チェスナット・バレーが差を詰めて600を通過、内は2番のコスモ・ミローディア、この2頭が前に迫っていて2番手が3頭固まります。その後ろそれを見るように4番のフィリアーノ、内は3番のブルーアガベ、第4コーナー残り400を通過、外には6番の南陽三日月、第4コーナーから直線へ、さあリードがなくなってきた、ビクトリアポデル、リードは1馬身半馬身差を詰めて2番のコスモミローディア並んでくる、その外から3番ブルーアガベ、さらに外から6番の南陽三日月、内から7番のコスモビックラコグ、あと 100m、 先頭3番のブルーアガベ、内からコスモミローディア、2番手ですが外から14番カンパーニャ前に迫ってくる、ブルーアガベがゴールイン、ブルーアガベ、外から14番カンパーニャが迫りましたがなんとか振り切っています。その後の三脚争い、6番の南陽三日月、内は2番のコスモミローディア、3番手争いも接戦、中には7番のコスモビックラコブ。中山競馬第6競走3歳の未勝利戦、先に抜けた2番のコスモミローディアをかわした3番ブルーアガベ、さらにその外から14番カンパーニャが差を詰めてきて前に迫りましたがブルーアガベ押し切っています。勝ち時計1分35秒5、上がり4ハロン48秒1、3ハロン36秒1でした。3着争いも内2番のコスモミローディア優勢、外は6番の南陽三日月、間7番コスモビックラコグ5番手です。中山競馬第6競走3歳の未勝利戦、芝の 1600m15 頭で争われました。3番のブルーアガベが制しました。ディープインパクト3区、これが4戦目、2ヶ月半ぶりの実戦を勝利で飾りました。1着3番ブルーアガベ、2着14番カンパーニャ、3着2番コスモミローディア、4着6番南陽三日月、5着7番コスモビックラコグです。確定までお待ちください。